マジックを見た後の反応は人それぞれ。ちょっと待って、ちょっと待って。驚きという非日常を体験することで、人の脳は一時的に考えることをやめてしまいます。その状態で簡単なクイズを出された時、人はいつも通りに答えることができるでしょうか？あなただったら答えられますか？じゃあよろしくお願いします。マジシャンの新しいケイシって言います。ちなみにマジックは生で見るの初めてですか？今まで見たことありますか？初めてです。じゃあ、マジックといえばちょっと使うものがあるんですけど、今日はトランプを使います。じゃあ姉さんお願いしていいですか？はい、トランプの中で、52枚、何でもいいんで、じゃあトランプをお渡しするので持っといてください。で、52枚の中でちょっと頭の中で一つカードを決めてもらっていいですか？何でもいいんで一つ思い浮かべて。はい、決めました。はい、もちろん何考えてるか分かんないですよね。 OK です。ではそのカードを頭の中でちょっと強くイメージしてもらいたいんですけど、できました？はい、いいですか？はい、ちなみにそのカード、カードの中にあるかちょっと確認してもらっていいですか？今決めたカードがトランプの中にあるか、ゆっくりで大丈夫です。ないです。ないですか？ない。自分が全く自由にランダムに決めましたよね。はい、マークと数字。はい、ちなみに何選びました？決めたら。ハートの、言っていいんですか？はい、ハートの4。ハートの4。実は僕ポケットの中に1枚カード入れてるんですけど。やばくない？これがハートの4。やばくない？やば、はい、なんでですか？これがね、ブレインダイブというマジックなんですよ。はい、じゃあここでクイズです。はい、都道府県の中で一番北にある県はどこでしょう？北にある県ですよね。青森県。正解！すごい！正解です。これね、まあ、とっさに言われて北海道って言っちゃう人多いんだ。北海道かなって思った。チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、インスタのフォローもよろしくお願いします。 See you next dive!